が親父。もう、カイトったら。このままじゃいつまで経ってもカイトにバカにされっぱなし。そうだ。あら、青子ちゃん。どうしたの？またうちのカイトがなんかやらかしちゃった？いえ、今日はちょっと千景さんにお願いがありまして。あら、何かしら？お願いします！カイトの弱点、教えてください！一生のお願いです！え、ちょっと青子ちゃん、消えちゃったんだけど。私、もう耐えられないんです！毎日毎日、みんなの前でパンツの色を。パンツ？いや、なんでもないです。とにかくなんでもいいんです。カイトの弱点、教えてください！弱点ね。ま、苦手なものなら一つだけあるわよ。なんですか？それはね、ちょっとこっち来て。耳。あ、はい。あれですか？でもおかしいな。カイト、私があれを目の前に出しても。苦手そうな顔全然見せなかったのに。千景さん、なんでですか？なんでカイトはあれが。ごめんね、青子ちゃん。これからマジックショー見に行くのよ。じゃ。またね。ちょっと！相変わらずマイペース。てか、今のどこ？母さん、そういう大事なことは先に言っといてくれよ。まさか親父が怪盗キッドだったなんて。あら、私言ってなかったかしら？全然聞いてねえし。なあ、母さん、なんで親父は殺されちゃったんだよ。お父さんは生きてるわよ。え？ここに。って、あのな。あ、ごめん、カイト。お母さん、これからお友達とパーティーなのよ。ちょっと待ってよ、母さん。それから勉強もしっかりするのよ。じゃ、愛してるわ、カイト。ったく、相変わらずマイペースだな。